やってきました。浜松市のね、リッチモンドホテル。ほらほら、こちらにね、あるんです。ローランサ寮。中華料理のお店なんですけど、リニューアルオープンしたということで、やってきたんですけど、ローランさんってね、すごく美味しいね、高級中華料理のお店なんですよ。まあ、浜北にもあって、あと近くにね、ローランシャンツーってね、一回あげてるんだけど、そちらのね、系列で人気の美味しい高級中華のお店。まあランチはね、リーズナブルな値段で食べれるんで、こちらにやってまいりました。どんな感じでしょうか。初めて来店でございます。行ってきます。お、すごい。重い扉。高級感、重圧感がある。さあ、店内行ってきます。お、グランドピアノ。すごい、高級。すごい高級な店内だ。お、店内は個室なんかあってね、落ち着いた雰囲気だ。ローランサリオさんね、店内入ってきました。結構ね、ランチを楽しんでいるね、セレブの女性の方が多いね。店内雰囲気はね、こんな感じ。非常に落ち着いた雰囲気。メニュー見ていきます。お、サリオランチ1800円、税込みっていうのがあるね。メイン料理にサラダ、本日の小鉢、ライス、スープ、漬物付きね。メイン料理をこの中から選ぶと、エビチリ、イカとエビの塩炒め、チンジャオロース、酢豚、麻婆豆腐ね。もうこれにしちゃおうかな。サリオランチ1800円、エビチリで行ってみます。お、まだあるね。選べるランチ2200円。これはサラダにメイン料理、ハーフ麺に小ライス、ザーサイがついてプラス300円で麺をレギュラーサイズに変更可能ですと。こちらはエビチリ、イカとエビの塩炒め、チンジャオロース、酢豚、麻婆豆腐、週替わり料理と選べるみたいね。あとは6種のパレット&ハーフ麺セット2000円。こういうね、中華料理がね、いろいろついてるやつか。ハーフ麺はね、この中から選べますと。担々麺、ランサー麺、エビワンタン麺に汁なし担々麺、四川焼きそば、エビ入り上海焼きそばね。あとは中華粥か。お、サリオサイサイランチ3000円税込みってあるね。点心にいろんな中華に、サラダに、麺に、デザートもついてるって感じか。サラダ、本日の料理6種パレットに、点心3点セールに、ハーフサイズ麺または中華がよ、デザートがついてると。これで3000円ね。麺はこの中からお選びくださいと。あとはね、4000円のサリオランチコースっていうのもあるね。ローランサリオさんのね、グランドメニュー。冷菜があって、おお、エビとカニの生春巻き2000円。やっぱりね、グランドメニューはね、高級だね。ほら、フカヒレ姿に15,000〜7,000とあります。よだれ鶏なんかあるね、1800円。クラゲの甘酢あえとかね、あるね。あとはフカヒレとカニ卵のとろみスープ1600円っていうのもあるね。魚料理があります、2000円から。あとは豆腐野菜料理もあるね、1600円、1800円、1200円。肉料理もあるね、サーロインサラダ仕立て2800円。牛肉とピーマンの炒め、チンジャオロースか、2200円。酢豚が1800円ね、黒酢酢豚が2000円。豚肉と卵の炒め1800円ね。豚肉とナスの甘酢炒め1800円。鶏肉料理もあります、鶏の唐揚げ1400円。油淋鶏もあるね、鶏の唐揚げ、トーチ炒め、鶏とナッツの醤油炒めっていうのもあるんだ。
中華料理がね、美味しそうだね。本格的だね、やっぱり。ほら、天津もあるね。ごまだれ水餃子にシューマイ、小籠包なんかもあるね。ごま団子もあります。あとは麺類か、ご飯料理もあるね。あ、ランチに追加してチャーハンとか食べてみようかな。五目チャーハン1200円。あ、フカヒレあんかけ麺だって。あ、フカヒレあんかけご飯もできるんだ、2000円。あとはデザートがあります。杏仁豆腐にマンゴープリン、季節のアイスクリームにごま団子ね。メニューはそんな感じね。メニュー決まりました。サレオランチ1800円のね、エビチリにして、あとはね、いや悩むな、上海エビ焼きそばか五目チャーハンで悩むんだよな。まあご飯ついてるから上海エビ焼きそばにするか。あと天津なんかもあるんでね、シューマイとか小籠包もね頼んでもいいんだけど、まあまた食べ過ぎちゃいけないんでね、この辺にしときますか。来たよ来たよ、これサリオランチ、エビチリソース、サラダがついて、小鉢煮ナスだね。あとスープにザーサイ、ご飯がついてます。これで1800円か、食べ応え十分だね。それではいただきます。サラダから、サラダキンキンに冷えててね、美味しい。中華ドレッシング抜群にうまいね。うまい。ローランさんの料理は本当に美味しいからね、超おすすめ。スープいただきます。あ、スープもうまい。野菜とかキクラゲとか卵たっぷりだ。うん、スープもうまい。さあ、います。あ、ナスもうまいな。これは油淋鶏のソースみたいなやつかな。うん、冷たくてね、うまい。冷製ナス。さあ、エビチリ食べます。おー、プリプリ、やば。エビがね、超絶プリプリ、マジでうまい。エビチリにもね、野菜がついてんだね。本当にプリプリだよ。うん、ちょっとね、ピリッと辛みがあるね。大人のエビチリソースでございます。エビラスト、うん、うまい。チリソースで野菜食べます。チリソースがちょっと余っちゃった。ということは、さあチリソース丼でも作って食べようか。できました、チリソース丼。おっと、ここで来ました、来ました。これ上海エビ焼きそばでございます。これエビがたっぷり、うまそうだね。さあ、チリソース丼食べます。うん、うん、うまい。あ、ちょっと辛い。あー、うまかった。あ、ランチだけでね、ちゃんとお腹たまるね、やっぱり。でも私はまだ食べます。ほら、ローランさんでね、焼きそば初めて食べるね。どうかな。うまっ。これはうまいわ、マジうま。オイスターソースか。
オイスターソースの焼きそばか。野菜もたっぷり入ってる。エビと野菜、うまい。焼きそばにしてよかったな。中華の焼きそばは初めて食べるかな。めちゃうま。やっぱローランさんはいいね。間違いない。ランチお姉さんがさ、チンジャオロースが大好物って言ってたからさ、連れてきてあげればよかったな。まあでも今日はね、浜松で仕事があったんで、それでね、お昼時に一人でね、出かけたんで、まあ今日はね、一人ランチでございます。焼きそばうまいな。量もね、しっかり一人前あるね。結構長溜まってきたよ。プリのエビが最高に美味しいよ。うん、うまい。この焼きそばにしてね、大正解だったけど、いやでもチャーハンも絶対美味しいね。ローランサリオさんいいな。何回も通いたい。ちょっと高級感があってね、ワンランク上のランチって感じ。店員さんもね、皆さんスーツでね、すごく上品な接客をしてくれます。スウェット上下で食べてるのは私だけ。はい、完食。ごちそうさまでした。大変美味しくいただきました。超絶大満足。いやーよかった、ローランサリオさん来てよかった。マジでうまい。感動レベル。気になるお値段いくらでしょう。じゃーん、サリオランチ1800円とね、上海エビ焼きそば1540円、合計3340円でした。全然高くない。大満足でございます。ということで本日はね、静岡県浜松市リッチモンドホテルのね、入り口のところにありますね、ローラン・サリオさんからでした。バイバイ。